はい、おはようございます。あら、松の木が枯れてますね。どうしたんだろう。いつも綺麗なんだけどね。ほら、枯れたかね。あら、残念なことになってるね。まあかなりね、樹齢もあるんやろうけど、あら、ずいぶん枯れてるね。はい、おはようございます。今日は金明天の寮にやってきました。金明天の寮はね、農房丸山古墳の方がじゃないかという人もおるし、どうなんでしょうね。まあ、大王墓について考えたら、この規模ね、規模が非常に小さいんでね、そんなこと言うんですね。100メートルちょっとやからね。丸山古墳は300メートルくらいありますからね。奈良で一番大きい、あの前方後円でございますけどね。あの前方後円墳もね、ちょっとおかしいのはおかしいんだけどね。形がね、後で作り直したかな。そんな感じもしないじゃないんだけどね。南側はね、郷入ってんやけどね、北はね、ちょっと回れないんですよ。郷もないやろな。回ったことないんやけどね。その横、南側は回ったことあるんやけどね、ずっとね。伸びやかちょっと眺めてみましょうか。上から眺めてどうかね。今日は晴れでございます。晴れ。明日から晴れでございます。ああ、暑いよね、今日。西を見るとね、剣後静香君は見られへんのか。見れませんね。ちょっと建物が邪魔でね。あの上の辺かな。もっと左やな。この左の後ろぐらいかな。ちょっと見えませんね。はい、残念でございました。上から眺めたらこんな感じですからね。今日は暑いでございます。非常に暑いんやけどね。今日はちょっと飛鳥村に用事があってきたんですけどね、横を通ったもんだからやっぱり寄ってしまうね。いやー、この松は大変なことになってございますわ。ああ、だいぶね、樹齢がもう何百年もなんのかもしれないね、これね。ずーっと綺麗なこの松見てたんでね、ちょっと残念でございますけどね。豪を見える、これ、綺麗に。そこまでか、そこまでやね。護岸工事終わってるしね。最初の機会どうやったかな。こんな石垣も高かったかな。なんか豪がちゃんと見えなかった記憶あるんだけど、そこを回る意味でね、この回る予定だったんだけどね、ずっとね、道がないんですよ。中に入るわけがあんだねって言って、あの下の道もあったんだけど、全然見えないんですよね。この時ね、この大きさやから、これ100メーターぐらいあんのかね。巨大古墳ばかり回ってたんでね、まあ小さいと思ったら最初来た時ね。これをね、回る予定だったけど、やっぱあかんかったね。立ち入り禁止だったからね。この横で回って、あの辺にね、くびれの部分は見てみたいんやけどね。残念でございました。わあ、猿石があるのかいな。はいはい。はい、見ときましょうか。吉備姫の御事の墓。とされてるんやけどね。どうなんでしょうね。ちょっと小さすぎんやけどね。吉備っていう名前がものすごいいろんなところね、残ってますんやけど。吉備にはいっぺん行ってみらんないかんだけどね。なんだかな、造山古墳やったっけ。日本で3番目か4番目大きさね。あれいっぺん行きたいんだけどね。ちょっと遠いか。4、5時間かかるかね。おお、ちょっと小さいね、城がね。ここちゃんと書いてあんの？
おお、書いてある書いてある。なんで書いてあるの？ビタ天皇の、ビタ天皇のお子さんでございましょうか。それは白なんだね。あ、これね、これですよ。日がね、これ中こんな見れるの初めちゃうか。いつも草ぼうぼうでね、見えへんねんけど。どうだ？猿石どこがあんねん。これ猿石か、みんな。猿石。ああ、こんな綺麗に見るの初めてちゃうかな、これ。ここのとこね。いつも草ぼうぼうやったな、わし来るときね。今日はね、棚田をね、食べの終わった棚田を見てほしいことでございましたからね。ちょっと行くんやけど。途中で止まってるね。はい、ありがとうございました。きびひねの御事の墓と、それから金明天の陵でございました。はい、ありがとうございました。さあ、次急ぎましょう。